トロフィーを持つ人物がメイヤー。右は、ジェームス・ハント・エドワード・エベレット。テディ・メイヤーは、アメリカ・ペンシルベニア州スクラントン出身の起業家、モータースポーツディレクター。F1 のマクラーレンチームの代表として、成功の基礎を築き、インディカーのペンスキー・レーシングの活動にも貢献した。メイヤーは、エール大学やコーネル大学のロースクールで学びながら、 弟のレーシングドライバー、ティミー、メイヤーのマネージャーとして、モータースポーツの世界に入った。二人は、ピーター・レブソンと共に、レブ・エン・レーシングを結成。ティミーは、FJ チャンピオンとなり、1962年の F1、アメリカ GP に、クーパーから、スポット参戦した。1963年、彼らは、ヨーロッパに渡り、クーパーのワークスドライバー、 ブルース・マクラーレンが創設したプライベートチームブルース・マクラーレンモーターレーシングに参加した。1964年初頭チームは新設されたタスマンシリーズに参戦したが2月の最終戦でティムは自己死してしまった。弟の死後もメイヤーはチームに残りブルースの右腕として運営に携わった。 チームは1966年より、レーシングカーコンストラクター、マクラーレンとして活動開始し、F1 と CAN AM に参戦。CAN AM では1968年より、黄金期を築き上げ、F1 でも1968年に初勝利を獲得した。しかし、チームオーナーのブルースは1970年6月に、グッドウッドサーキットでのテスト中に、 自己死してしまった。マクラーレンは存続の危機に立たされたが、メイヤーが代表の座を引き継いで、チームを牽引した。1973年、ゴードン・コパック作のマクラーレン M23 がデビューし、マクラーレンは F1 でも、成功期を迎える。1974年には、ドライバーズとコンストラクターズのダブルタイトルを初制覇し、1976年には、 ジェームス・ハントがチャンピオンを獲得した。また、インディ500でも、ジョニー・ラザ・フォードが1974年と1976年に優勝した。しかし、チームは、グラウンドエフェクトカーの開発に乗り遅れ、1970年代末は、低迷期に陥る。1977年には、ジルビル・ヌーブをテスト起用したが、メイヤーは、正式契約を結ばず、 ビルヌーブはフェラーリに加入した。また、1980年には、大型新人のアラン・プロストを起用したが、1シーズン限りでチームを離脱してしまった。1980年末、メインスポンサーであるフィリップ・モリスの移行により、ロン・デニス率いるプロジェクト4がチームに合流した。メイヤーは、デニスと共に共同代表を務めたが、1982年シーズン後に、 保有する、チーム株式を手放し、創設以来関わってきたマクラーレンから去ることになった。1984年、同じく、マクラーレンの創設メンバーだったテイラー・アレクサンダーと、共に、メイヤー・モーター・レーシングを設立し、カートシリーズに参戦。デビューシーズンながらトム・スニーバが参照を記録し、ドライバーズランキング2位になるという成功を収めた。1985年、 カートのニューマンハースレーシングのオーナー、カールハースの誘いに乗り、チームハースの共同代表として F1 に復帰した。元 F1 チャンピオンのアラン・ジョーンズと契約し、フォード V6 ターボエンジンの独占供給を受けたが、チームは成功せず1986年シーズンをもって撤退した。メイヤーはカートに戻り、名門ペンスキーに加入。創始者。 ロジャー・ペンスキーの片腕となり、ペンスキー・レーシングの副代表、及び、イギリスの製造部門、ペンスキー・カーズの副会長を務めた。また、2007年まで顧問を務めた。2009年1月30日、イギリス・サリーの自宅で死去した。73歳没。ありがとうございます。